全次郎でございます。さあ、今日はですね、いつものところではなくて、兵庫姫路市の実家からでございます。いつもちょっと違うんですけどもね。それでは今日のテーマはこちらでございます。はい、出ました。GoTo ヘルキャンペーン大丈夫かということですけども、さあ、西村大臣がね、GoTo キャンペーンというのを記者会見ありましたけども、菅官房長官も延期することはな、ね、い。やるっていう。 言い切ってましたけども。さあ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 、この GoTo キャンペーン。これ安倍首相がね、強盗キャンペーンって言ってこう言い間違えてね、ちょっとあの失笑みたいなことになりましたけども、強盗キャンペーンって言い間違えて、これ言い間違えたのがあながちほんまになっていくというね。だいたな給付金もね、うん、8日って言ったら8月とね、言い間違えたんですけども、大阪なんかまだ届いてないとこがあるっていう。うん、だから今回も強盗キャンペーンになるのか、どこが強盗するのかっていう話もあるんですけども、 GoTo キャンペーンですね。西村大臣が言ってたのはこれがすごかったですね。まずですよ。だるいなという方は外出するなと。もちろん県をまたぐなって言ってるんですね。移動を控えろって言って。で、そうじゃない方は、まあ、GoTo キャンペーンやってくれと。いろいろ旅行行ってくれと。ただ、違和感ある人は検査をしてくださいって言ってるんですね。これ、西村大臣のコメントにまず違和感ありますよね。<laughs> なので、まず西村大臣が検査し合った方がいいかがじゃないですか。このコメントに対して。言うときますよ。休業自粛と GoTo を同時にやるというね。なんでしょうこの相反するものを同時にやるっていうの。これ、すごいですよ。対極主義ですよ。岡本太郎が絵で表そうとしたあの人の根本思想の対極主義ね。<laughs> 動いてるのに静かとかね。暑 <laughs> いのに冷たいとかね。 <laughs> そういう対極なものを一緒にやるというね、芸術は爆発だって言ってましたけども、これ GoTo キャンペーン爆発なんですか <laughs> 休業自粛要請と GoTo を同時にやる対極主義になってませんかなんともこれは文学的やなと、そんなこと思ったりするんですけども。さあ、そんなことを横目に見ながら、他の国、アメリカではこれですよ。はい、出ました。 コロナパーティー。ティこれね、これ聞いたらびっくりしたでしょ、コロナパーティー行こうぜと、コロナ移し合いしようと、コロナ中の嘘やということで、これ見た時、アホやなぁ、思いましたよね、このパーティーなんやねんと。でも、これ前倒ししたこの GoTo キャンペーンも、これね、GoTo あのよキャンペーンになる確率高いですよね。だってそうじゃないですか。だってもう感染広がっているんですよね。にもかかわらず、GoTo 行け言ってるわけでしょ。<laughs> もう本当に GoTo キャンペーン With コロナって言ってもうみんなにね、もういろいろ書かれたりしてますけど僕は GoTo あのよキャンペーンにならないように、本当に心配でございますね。さあ、その GoTo ですよ、実際の。どんなことが書かれてあるか。ね。旅行、まあもっと遅らしてとかね、いろいろ、じゃあアイディア何やとか言うとね、もう来年、再来年分の何かとかそんなこと思うんですけど、その子ね、何なんでしょうね、ちょっとじゃあ、 ちゃんと見ていきましょうかね。これ書いてあるのがすごいですよ。これね、7月22日から旅行代金の2分の1、7割は旅行代金の割引に、3割15%は旅行先の飲食店や観光施設などで使える共通クーポン券として、旅行会社やあ旅行宿泊施設、これを通して旅行者に配布するって。難しいですね。ちょ、ちょ、ちょっと待ってください。死、 支援額のうち旅行代金の2分の1の7割35%ね。これは旅行代金の割引に。3割15%は旅行先の飲食店や観光で使える共通クーポンとして旅行会社や宿泊施設から旅行者にシェう。これ何でしょう、この。数学の引っ掛け問題みたいな、この。<laughs> これ、ゴートキャンペーンやってる方も、活気あるんですか、本当に <laughs>。 言うときますよこれ誰も議員は行かないと思いますよ本当に <laughs> こう分かりますよねこれでなんか旅行代金の割引会社からとか旅行施設などから払えるとかよくこねこれなんか間に誰かがどんどんどんってこう入ってそうでしょそこ通じてとかどうやってとかだいたいねこういう政府からやるってね何かこう間入ってるかそこのとこ引っ掛けてやるからほら 覚えてますかね皆さんねあの給付金もはじめね30万円って言ったらね蓋開けたら誰ももらえへんってね次何買えたらうん和牛商品券ってええー、もうあのオチにしては2回目ってせめて三段オチにせよってことでしょ <laughs> で3発目マスク2枚というね <laughs> しかもちっちゃ虫入っとるというそれ落ち着きやったんですけど <laughs> 2回目落としすぎたから3回目のがなんや笑えもしえへんしよう分からないんようになったって今回もそうですよ そういうことなんですよ。和牛商品券っていうのも、多分あれどっかの和牛のなんか関係でどうのこうのそこなんでしょう。そこの間に入ってるとか、それは、それに気使ってそれしますみたいなことなんでしょう。今回もそうでしょうね。旅行会社であるとか何であるとか間入ってるとかね。そんなことなりがちなんですね。で、そんなこう間にいろいろ入っていろいろやってるけど、議員が誰も行かないみたいなことになるんですけど、でも唯一行く人だって多分、安倍首相の奥様、安倍昭恵様、この方はガーってなんて言ってるんでしょうね。 多分そうですよだって警戒宣言の、ね、出した次の日に大分来ましたからね <laughs> 怪しい怪しいびっくりしましたね現役の医者慶応大学のドクター・ドルフィンっていうね方の主催する卑弥呼の霊が降りてくる <laughs> どこやろうなと思ったらね大分のプラザホテルの会議室といううわー <laughs> で僕今ちょっと興味あるのは、ゴートキャンペーンで安倍昭さんがどこに行くかっていう <laughs>。これには興味あるんですけども。でも、ややこしいわ。本当に政府生かしたいのかどうなんですかもうね、例えばね、50%オフ言ってください。言うんならわかるんですよ。これ、2分の1の7割に当たる35%を支援。しかもそれは旅行先のイントステンで使える地域クーポン。んやそれわけわからへんわ。覚えられへんし。 だったらいかんとこってなるんちゃうかなって、もう、もうね、問題山積みです。<laughs> 本当にゴートあのようなキャンペーンになるんちゃうかなってな、GoTo、g o t 最後ゴーストキャンペーン。うわもうせめてコロナを収束させていただきたい。ほんで、この予算があるツーならもっと違うところに、ね、九州の支援とかね。 あとボロボロのことに使っていってもいいんじゃないか。もしくは、もっと分かりやすくする。もしくは、もう、10万ポーンともう一回配って、もう一回行ってください。言うたらすっきりしますよね。うん。なので、GoTo キャンペーン、もう本当にですね、問題山積みという、強盗キャンペーン、誰が強盗に当たるのかという、そういうことも引っかかっていって、最後はゴーストキャンペーンになるんじゃないかという、怖い怖いという、そういうニュースでございました。 チャンネル登録のをよろしくお願いします。こちらでございます。こちらのお顔になってるとこありますね。そこのチャンネル登録、それを押していただいてよろしくお願いします。チャンネル登録。<laughs> もっと増やさないとです。<laughs>